你好，台湾的朋友们，大家好，我是菅野梅子。八月几日起，电影《心灵咖啡馆》的旧模式即将在台湾上映。继去年以来，可以在我最喜欢的台湾上映新的电影，我真的非常开心。嗨。ここからは日本語でいきます。この作品は日本では5月に公開されたんですが、なんと5週連続で映画ランキング第1位になり、日本中でも話題となりました。そして日本だけではなく世界中で高い評価を受け、モナコ国際映画祭をはじめ世界7カ国で46冠もの映画賞を受賞しました。悪魔との戦いということで、スタジオには本物のゴーマ氏の方に来ていただき、祈願をしてから撮影が行われました。緊張感あふれる撮影でしたが、私も悪魔には負けないという気持ちで真剣勝負全力で演じさせていただきました。全スタッフが総力を結集して作り上げた最高のホラー映画です。ホラー映画といっても正義が勝つ映画となっていて、悪霊や悪魔を天国に返す方法も分かっちゃいます。たくさんの愛と優しさに満ちたホラー映画になっていますので、子供から大人まで様々な年齢の方に楽しんでいただけると思います。ぜひお友達や家族と劇場に遊びに来てください。私は去年台湾に行ったことがあるんですけど、台湾でデパ地下の食堂がすごく気に入って、ルーローファンとかダージーパイとかニューローメンとかを食べて、すごく台湾のことが好きになりました。そんな大好きな台湾の皆さんには、ぜひこの映画を見ていただいて、この映画から発射される奇跡のパワーを受けて幸せになってほしいなと思っております。8月7日公開、心霊喫茶エクストラな秘密ザ・リアル・エクソシスト、ぜひ劇場でご覧ください。以上、千元よしこでした。シェシェダジャー、バイバイ。あなたの人生にもそれは起こりうる。この子が何か変なことを言っていまして。死ね死ねって言葉が頭で鳴り響くの。電化製品はすぐに壊れるし、物が勝手に動いたりして。静かに、怖がると霊の思うつぼよ。自分が死んでること分かってないのね。初めて会ったよ、本物の霊能者。誰かいますか？辺りを起こす幽霊も本当にいるし、あの世ってのも本当にあるんだ。何なのそれ、気持ち悪い。何度死に直しても死ねなくて。死ねば終わりだと思って自殺しても楽にはなれないの。死ね。相手は悪魔よ。悪魔は人間の欲につけ込み、地獄に引きずり込むの。強い、強すぎる。人間はいつか必ず死ぬ。悔しさも至らないところも全部受け止めて反省しなさい。お前には負けない。私は神様と共にこの地上に正義を打ち立てる。心霊喫茶エクストラの秘密ザ・リアル・エクソシスト。